はい、皆さんこんにちは。坂キャッチでございます。11時半回りましたね。前場どうなったでしょうか。471円高で引けましたね。3881、ドル円は 150.28 ですね。原油がやや軟調なんですね。今日は 84.17 ですね。ドルウォンはですね、1348と1350を切っています。さて、ですね、本題はですね、お隣さんの話でございまして、昨日ですね、仏像の所有権は日本側にあるという最高裁判決が出ました。これに関することなんですけども、昨日の19時21分、桜井紀夫さんの書かれた記事ですね。韓国で根強い被害者意識、仏像の日本返還めぐりユン政権批判再燃もということでですね、長崎県対馬市の寺から盗まれ韓国に持ち出された仏像をめぐり、韓国最高裁が26日、日本側の所有権を認める判決を下した。日本との関係改善を重視するユン・ソンニョル政権が仏像の早期返還に動く可能性がある。ただ韓国内では元は韓国から略奪されたものだと、歴史問題に絡む被害者意識が根深く、いざ返還となればユン政権への批判が噴出する事態も予想される。改革後ですね、道理にかなった判決、一区切りついた感じ。観世音菩薩坐像を2012年に韓国の窃盗団に盗まれた対馬市の観音寺の田中節良住職は報道陣にこう語り、返還実現に期待を示した。一方、数百年前に倭寇に略奪されたものだと所有権を主張してきた韓国プソクサ、日本語で言うと布石寺って言うんですけどね、ウク石ですね、のウォンヌ住職は最高裁前で記者団に不法な略奪を合法化した野蛮な判決で認められないと動きを強めた。複数の寺院が日本側の所有権を認めた二審判決を批判し、布石寺に仏像を渡すよう求める嘆願書を最高裁に出すなど、韓国の仏教界は日本への返還に強い拒否感を示してきた。うにゃうにゃうにゃと後続きます。早速ですね、最左派、私が見ている中では一番左のハンギョレがですね、ブーたれてますね。タイトルがですね、高麗仏像、故国に戻ったが韓国最高裁、日本の所有というタイトルでですね、ちょっと読みますと、日本の対馬の寺院から盗まれ、韓国国内に搬入された高麗時代の仏像の所有権が日本にあるとい う韓国最高裁の判断が示されたと、うにゃうにゃうにゃと書いてあります。学会では1352から1381に瑞山一帯で倭寇の侵略が5回繰り返されたという高麗氏などの記録を土台に、その時日本に渡ったものと見ている。実際に仏像を見るとあちこちに焼け跡があり、宝冠が消えたことから大変な過程を経て日本に渡ったことがわかる。そんなんね、わからへんやん、そんなそのもしかしたらですね、坊主がですね、日本の箱に売ったんかわからんし、あるいは坊主が日本来る時の旅費に持ってきたんかもしれません。そんなわからへんやんでしょ分からへんの、彼らはそう思い込んだらそれが事実なわけですね。その後、仏像は1526年から日本の対馬市の寺院観音寺に約400年間奉安されていたが、2012年10月、韓国人の窃盗犯が盗んで国内への密輸入を図り、翌年1月に摘発されたことで検察に押収されたと。まあまあこう文句言いたいねんという感じですね。はい、これ多分韓国が法治国家であればですね、返還されるはずですねしかしあそこはまだ分からへんでよ、ほんまに韓国人の意識としてね、やつらっていうのはですね、こう法律よりもっと優先するものがあるんですよ。
それは何かというとエモーショナルで、簡単に言えば感情なんですよ。だから奴らもただ感情に即してるんではなくて、奴らなりのですね、そのなんていうかこう ロジックがあるんですよ。そのロジックの最たるものが道徳というものなんですね。日本で道徳とか言うたらお前何言うてんねんって言うでしょ、うん、彼らは真面目に道徳って言うんですよ。で彼らが正義って言うでしょ、正義正義正義って言うでしょ。あれは彼らの道徳から発するですね、道徳的に正しいかどうかということなんですね。で日本人はね、まだ道徳とかなんか世間とか言うけどもって、守らなあかんのは法律やというふうに思ってるわけでしょ。日本ではそう思ってますよね。まあ、その他にあるいろんな理屈と、あるいろんなモラルとかですね、マナーとかってありますけども、絶対的に守らなあかんのは法律という意識が日本人あるでしょ。ちゃうね。向こう人は、その前に道徳があるんですね。だから道徳的に正しいことであればですね、法律を超えても構わないというのが彼らの意識なんですね。で、この仏像に関してはですね、道徳的にはこれは自分らのもんやと思ってるわけですよ。でも法律という面倒くさいのがあって、それを日本側にするのは何か納得できひんとかなるわけですね。だからここに書いて、産経新聞の記事にあるようにですね、韓国国内では相当またこれを返すことに対してですね、文句を言う人がいっぱいいて、その文句を言う人は圧倒的に自分の意見が正しいというふうに考えてます。そこが面倒くさいことのところなんですよね。まあ世界中でそういう感覚を持ってるのはあの国ぐらいちゃいますかね。まあ他の国のことよう知りませんけどね。まあでもだからね、あの国では法律を犯すということはそんなに大したことではないんですよ。だから犯罪ものすごく多いんですよね。でいつも言いますけども、国会議員300人のうち100人は前があるんですよ。日本では数人いますけどね、宗男さんとかね、ちゃんと行って帰ってきた人がですね、プリズンに数人いますよ。プリズンには行かなかったけど、辻元清美とかね、数人前があるのがいますけども、そんなん数えるほどでしょう。向こうは3分の1ですよ。でも全然 OK なんですよ。大統領夫人のお母さんは今インプリズンですからね。そんな国ないってほんまに。岸田の奥さんのお母さんが今ねプリズンにいるとか言ったら、それ大変なことでしょう。で向こうでは平気なんですよ。まだ裁判中でありますけどね、拘束されてます今。正式には刑務所ではなくて拘置所だと思いますけどね。いやそのね、感覚の違いというものはですね、日本人が知ると驚くんですけども、現実です。なんでだから平気で条約破る判決出したりするんですね。約束守らないわけですね。やつら的に正義であれば約束なんか守らなくてもいいわけですよね。もうそういうね、厄介の 人々ですから、いつも言うようにですね、もう付き合いをするんであれば最低限と、だから物の売り買いぐらいはね、もう絶対発生することですから、それはいいと思いますけど、ややこしい契約をするとかね、約束をするとかね、もうそういうのも、で圧倒的にやめた方がいいんですよ。こっちがこう想像しないこう理屈を言うてきますから、それでやっぱり理由を飲まされた日本人はいっぱいいると思うんですね。だから基本的に直接取引しないという人も、しないという企業も結構ありますよね。それと在日の方々が間に入ったりしてると。在日の方々って僕らから見ると今日本人みたいなもんですよ。まあ日本人 100% ではないけども、我々の感覚は分かってくれてる連中というふうに見なしますから、全然向こうの人たち、純粋に向こうの人たちっていうのはこう何を言い出すか分からない人たちというイメージがありますからね。まあこの仏像問題もですね、判決は出ましたけども、で確定しましたけどもですね、ほんで仏像が帰ってくるかというとですね、そんなね甘い連中ではないと思いますよ。でそれを返すことによってね、ユン・ソンニョルさんが非難されるんですよ。そんなそれユン・ソンニョルの責任ちゃうでしょ。で国としては返さざるを得ないでしょ、法律的に考えて、法律の理屈ね。あの人たちは法律の理屈より優先するものがあるから。で仮に返したとするとユンさんが非難されるわけですよ。だからユンさん もう余計なところで自分の支持率下げたくないわけですよ。特に来年の4月には国会議員の選挙があって、それに絶対勝たなあかんわけね、ユンさんは。それ勝たないとずっと5年間レームダックのまんまで終わるということになるわけですね。だからそれに勝つためにですね、余計なことはしたくないということでですね、ぐずぐずと引き伸ばされる可能性があります。向こうは都合が悪いとぐずぐずと引き伸ばすんですよ。だからこの判決も何年もかかってるんですよ。
普通最高裁の判決で70何日なんですよ。でそれが4年ぐらいかかってるけど誰も出したくない判決ですね、裁判官としては、ということでこのですね、産経新聞のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。